必ずやろう日本最高の朝日豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします3月3日のデイリーニュースをお伝えいたします、えー、世の中においてはですねこれからのトレンドは EV だとね。日本企業は EV 化が遅れていて時代に取り残されているみたいなまあこういう感じのことがですねまあ世間的にはまだまだ強いんではないかななんてね思ったりはしますところがですよ まあ、いわゆるカッコ書きリベラル勢力がですねこういうことを言いたがるということの一方において現実はですねそれほどこの EV に向かってドワーって進んでるかというと全然そうではないということもあったりするわけなんですね。そして最近この点においてメディアの報道においてもですね微妙な変化というものがあこう生まれるようになってきたというのが観測されるわけです。あの NHK ででもですね EV 減速ハイブリッド車復権自動車大国アメリカの実態なんていう特集を組んでですねアメリカで EV 化が順調に進んでいない状況というものをこれ報道したんですよねでは環境先進地域のイメージの強いヨーロッパではまあどうなっているのかっていうのをまたちょっと見ておこうと思いますで。日経ククロロステッッに掲載さされたヨーロッパでののの新車販売比率の推移をを示すこちらのグラフをご覧ください 緑色で示された EV よりもですね青色で示されたハイブリッドの方がですすねここれれれ消費者に好ままててて販売がが伸びいいいいるるっていうのがこれ分かかんじゃないかと思いますで EV は2017年に新車販売シェアで1.5%だったところからですね、えー、この6年後の2023年に14.6%まで増えてはいますが増えたのは13.1ポイントにとどまっているのに対しハイブリッド車はですね 2017年に2.8%だったところから33.5%へと30.7ポイントもこれ上昇しているわけなんですねこれ EV よりもハイブリッドの方が好まれてるっていうのがこれ明らかにかにわりますよねでところでヨーロッパにおいてはこの EV シフトを起こさせるためにめちゃくちゃとも言えるようなあこの優遇策補助金行政というものこれが展開されてきました。 こちらは私が今から3年前にですね、講談社現代ビジネスに寄稿した2035年ガソリン車廃止急加速する EV シフトの不都合すぎる真実というこの記事になっているんですがここにはですね、ガソリン車のアウディ A7 と EV 車のテスラのこのモデル S の ノルウェーにおいてのですね価格の比較というものを載せていたんですねそれを簡単にまとめたものがこちらになりますガソリン車にはいろいろとペナルティが課されてですねもともとの本体価格に対して実売価格が2倍以上にこの膨れ上がるのに対してもともとの本体価格ではガソリン車のほぼ2倍だったはずの EV 車がですねペナルティが課されないところか様々な税の免除措置なんかも受けられるようになって 実売価格ではもともとの本体価格とほとんど変わらない状態となっているというのがこれが分かりますよね。本来はガソリン車と比べに2倍ぐらい高かったはずのこの EV 車がですよ実売価格では逆にですねこのガソリン価格よりも安くなるなんていうことがこれ起こっていたわけなんです。で当時はまあこうした販売価格だけではなくてですね EV 車は2人以上で乗っている場合という条件は一応つくんですけれどもバス専用レーン つまりバスしか本来走っちゃいけないその車線のところをですねこれ通行していいっていうことになっているとかですね。 EV 車は高速料金は無料にするだとかでさらにカーフェリーの利用料金や公共駐車場の駐車料金もこれは無料にしてあげるとか道路使用税もです、ね、この減免されるとかもうとにかく至れり尽くせりのこの優遇策っていうものが打ち出されていたわけなんですね。これに対してガソリン価格に対しては、まあ、当時でリッターあたり300円程度、えーまあ、こういう高額な値段がこう設定されてですね ガソリン車を購入しガソリンを使い続けるとですねランニングコストまでもうべらぼうなこのペナルティが課せられるというこういうことが行われてきたわけなんですよ。 こういういう明らかなるこのガソリン車いじめと EV に対しての,この極端な優遇策の中においてガソリン車のシェアというのはどん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 この落ちていったとっいうことになるんですが実はこのガソリン車のシェアというのをよく見ると面白いことも起こっているんですね。 でヨーロッパにおいてのガソリン車の販売シェアは2020年が 47.5%2021 年が 39.9%2022 年が 36.4%2023 年が35.5%と、まあ、年々落ちてるっちゃ落ちているんですが落ち方がどんどん小さくなっているっていうのが分かりませんかね。 まあガソリン車と並ぶ、えー、このエンジン車であるディーゼル車についてはです、ねまあ、2015年に発覚したフォルクスワーゲンのディーゼル不正によって、まあ、クリーンディーゼルなんてうっていたのがこれ全部そっぱちだったのがばれたっていうのがこの災いするような感じで大きく販売シェアを落とすということになったんですがこれと比べるとこのガソリン車っていうのはです、ね、結構健闘しているっていうことになってくるわけなんです。 EV 車っていうのはもともとこの重たいバッテリーを積んでいることからそもそも省エネルギーではないですよね。で事故を起こした時に、まあ、その重たい車体があるということによってこの損傷が大きくなるという傾向もあります。で衝撃がバッテリーに加わるとですねこの激しく燃える、えー、そういう可能性もかなり高くなりますよね。温度が下がるとバッテリーの消耗も激しくなりがちで、えー、充電にも、えー、相当な時間がかかるということがあります。 で充電ポイントが少なくてですね充電ポイントでこの長いこの行列待ちになるなんていう時もですね時には発生したりっていうこともあるわけなんですね。でさらにバッテリーの経年劣化というものが激しくてエンジン車のようにですねメンンテナンスしっかりやれればここ20年使えるなななんんてこともないわけなんですよで長く使えない車がですねこの環境負荷が小さいなんてことはこれは絶対ないわけであってで製造コストの高さも まあそれだけ、まあ、その製造にはですねこのエネルギーがかかるという、えー、こういうことを意味しているわけですからこれで本当に環境に優しいのとこれ決して環境に優しい乗り物ではないよねっていうのも。 見ておくべきなんですよね。で、最も,も今、私が挙げたような問題点については、これ技術的にこう複積そうなものっていうのも、まあ割とあるっちゃあるんです。ただ、いずれにせよ、このバッテリーの重量の重さというものを考えるとなんですが、この長距離移動には向かない乗り物になるんじゃないかと私は思うんですね。長距離移動がこう順調にできるだけのバッテリー重量を普段から積んでおくっていうことになると、どうしたってこれ車体重量も重くなるし。 ここのエネルギー負荷も大きくなななるとといううになってしまうわけなんですよねですから航続距離がまあせいぜい 30km ぐらいまでになるぐらいにこのバッテリー重量をこの格段にえこの小さくできるというような状態になってこればなんですがまあ私は EV というものもそういうその限定的な用途の中にあってはこの使えるというところはあるかとは思います。 で,ですがこうなるとこの買い物などの日常使いにまあ限定されるようなそういう感じになってくるということになって長距離移動には向かないということになりまあそうなると全ての自動車をですね EV 化していくというのはこれは現実味がないいとうこの辺りのこの私の考えはともかくとしてですよ。 ま ev がとにかく使いにくいものだということが広く理解されるようになってきた。まあ、そのことによって ev 人気が剥がれ落ちてえ、みんなが買わなくなってきているということがまあ起こっているわけです。で。ところで、この ev 市場の伸び悩みというものは、様々な玉突き現象というものを引き起こしているわけなんですね。 でこちらの日経新聞にはですねこの「テスラ1012月47%営業現益値下げで再三悪化続く」とのこの表題がついていますよね。47の営業益というのはまあ営業利益がほぼ半減したということになりますよね。えー、値下げによって営業利益率が前年同期の16%から8.2%にまでこれほぼ半減したわけなんですけれども、まあ、こういう事情がこの背景にはあるようです。 EV の需要鈍化とこれを受けてのテスラのこの値下げ構成による採算悪化というものを受けてこれはテスラ以外の EV メーカーにも大きな逆風というものが今吹いていてる状態になります私がこの確認できただけでもですがイギリスのアストン・マーチンとかですねジャガー・ランド・ローバーそしてアメリカのジェネラル・モータースこれが EV 車の販売延期というものを決めています。 そしてフォードがですね EV 車ののの生産計画の縮小ととといいいううものをこの表明しているということがあります2030年にはもう新車は全て EV にするんだとまあ言っていたはずのドイツのメルセデス・ベンツのケレニウス CEO もですね2030年に欧州自動車市場全体だけではなくおそらくメルセデスの新車の100%が EV にならないのは明らかだと語りまあ全言を撤回するという状態になったわけです。 もう EV 化は順調には進まないということをこれ認めたわけですよねフォーブスにはですね EV 市場が急減速自動車メーカーに突きつけられた課題との記事が掲載されましたこの記事の中にはその電気自動車のこの大規模導入を進めていたえアメリカの電卓大手のハーツがですね 維持費の増大により厳しい1年を送った後保有する EV の約3分の1およそ2万台を売却する戦略的な決断を下した売却収益はガソリン車の追加購入に充てるっていう、ね、こんな記述もあります。 まあレンタカーのユーザーからすればなんですがこれ充電などで不便が生じかねない EV というものをなかなか選んでもらえなかったということなんでしょうねしかもバッテリーの劣化が激しくてですねこの中古になるとこれ販売価格が急落する EV というのはこれはレンタカー業界としては歓迎できなかったっていうところもあるんじゃないかと思います。 EV 車に対する逆風というのはアメリカの EV スタートアップのリビアンオートモーティブに対しててもこれ大きく吹いいいるという状態ですリビアンオーートモーティブなんて知らんよっていうまあそういう感じにはなるかと思うんですがこの話は EV 車のこの現在の苦境というものをまさに象徴する話になってるんじゃないかっていうふうに思うので皆さんにちょっと紹介します。 アメリカ EV スタートアップのリビアン・オートモーティブは2023年第4四半期決算で前年同期比167%増という目覚ましい売上高の伸びを記録したものの非米国会計基準ベースで13億800万ドル約1970億円一株当たり1.36ドル約205円の純損失を計上した。 2024年の1003台数見通しは予想を大幅に下回り EV 需要の低迷を示唆している決算結果を受けリビアンはコスト効率化利益率の向上長期的な成長に重点を置いた対応を取った当面の財務上の圧力に対処し厳しい経済情勢を乗り切って会社の長期存続を図るため10%の人員削減を発表したのだ しかしこの戦略的な動きはリビアンの業績と見通しに対する投資家の懸念を招き株価の急落を引き起こした同社株は年初来50%の下落となった日本ではこう全然知られてないスタートアップ企業なんですけれどもね四半期つまり3か月でですねざっと2,000億円の赤字を出しているわけなんですよ。ということは1年を通して見ればですねこれ8,000億レベルのこの赤字を出すっていうことに単純計算ではなりますよね。 こんな状態でこう出資する投資家の側からすればなんですがこれ追加投資を求められるみたいなことになってくるんだろうけれどもそんなな金は出せもっともこの会社に関しての細かい会計情報が分かっているわけではないのでですねまあこの3ヶ月かける4で1年分を出せばいいというこういう単純計算をしていい話かどうかは分かんないんですけれども。 まあそれにしてもこの会社の将来性はですね今のこの記事を読んだだけでもちょっと見えないんじゃないかと思わざるを得ないわけです先頃アップルが EV 開発を中止するとこう発表したのもですねまあこうした市場変化というものが背景にあるんだろうと見ればいいかと思いますところでこの EV 化にひた走ってるイメージの中国においては 確かにこの販売台数においては EV がこのプラグインハイブリッド車を上回っているっていう状態なんですけれどもじゃあ対前年の増加台数ではどうなのかといったら実はプラグインハイブリッド車の方が若干 EV 車よりも勝っていてえそして増加率で見るとですね実はプラグインハイブリッドの方が EV よりもかなり大きく伸びているというのがこれが実際なんですね。 も,うものすごいこの形でもって EVA を買え買えという圧力がこの中国政府からは来ているわけなんですがそんな状態でも今こんな感じになっているんでありユーザーの自然な選択というものを優先すればですね EV よりもハイブリッドの方がこの好まれやすいっていうのはまあこういうところからもはっきりとわかるんじゃないかと思います。 さてこれ2030年までにですね都内で販売される自動車は全部電動車にするとまあ宣言した小池都知事なわけですがメルセデス・ベンツのケレニウス CEO に習ってですねこれ、前言を撤回した方がいいんじゃないかなんてね私は思ったりもします。 まあ小池都知事の性格からするとですねそういうことは絶対にできないっていうことになるでしょうからですねまあそうなるとまあ次の都知事選挙には立候補しないということになってくるんじゃないかとも思ったりします。 まあ中央政界にね今のこの自民党の混乱に乗じてですねもう一回復帰しようみたいな感じのことを考えあわよくば総理になりたいなんていうね変な願望も、まあ、彼女のことですから持ってるんだろうと思うんですけれどももうねそろそろ潮時で引退された方がいいんじゃないの、えー、老婆心ながらそんなことを思っていたりします。まあ、とにかく EVEV と言われていた流れがぐわーんと変わってきているあと5年。 あと10年でこの流れは完全に覆える、まあ、そのことは間違いない、えー、そう断言していいんじゃないか、えー、そんな風に私は思っています必ずやろう日本最高朝霞豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます